どうも、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube ではセンシティブ扱いされることをバンバン話しているので、ここで話すと動画を削除されたりチャンネルをバンされてしまうからです。YouTube で言えない内緒の話がニコニコ動画では見放題。この動画の説明欄にリンクがあります。リンクを押すだけで簡単に見れます。さてさて、今回追加した動画の内容を少しだけ紹介します。2021年秋の自民党総裁選を、1年前から見事言い当てていた美少女がいたぞ。いやいや、適当な小娘のまぐれだろ。あんなに的確だったのに、ひどい仕打ちを受けたわ。たまにはお灸を据えないとな。あと、今回はお色気要素があったわね。ニコニコ動画に削除されちゃわないかしら。あんくらいなら大丈夫だと思うぞ。何それ、マリサのが適当な気がしてきたわ。どんなお色気かは見てのお楽しみ。ところでその総裁選の関連で別件なんだけどね。ほうほう、菅総理が立候補しないとなったら日経平均株価が爆上がりしたみたいね。うむ。次の政権への期待感で反応したんだろうけどな。菅さんって、緊急事態宣言を乱発したり、カーボンニュートラルだの緊縮財政だので、経済を滞らせることが多かったからね。それ系の政策から解放されることを見越してるのかもね。どうかな。確かに新政権への期待によるご祝儀相場にしては上がり方が大きいような気もするしな。なんともわからんな。これは市場が高市総理誕生を読み切ってるんだと思うわ。高市さんは積極財政派だからね。また適当な予測を始めたな。でも他の候補は何にも期待できる要素ないでしょ。岸田さんはワンチャンありそうだけどな。あんまり言うとまたお仕置きされそうだからやめとくけど、私は高市さん推しよ。そういえば、安倍さんが高市さん推しだってニュースになってたけど、麻生さんはどうなんだろうな。麻生派の河野さんを推しちゃうのかな。もしそうなったら麻生さんに幻滅しちゃうわ。だよな。どうなのか気になるな。続きはニコニコ動画でね。